警戒監視活動について紹介します。 B3C は捜索指定海域に到着後、ソノベイを設置します。ソノベイとは潜水艦などの水中の音を探知するマイクのようなものです。潜水艦をコンタクトしたらしい。到着に向かう。潜水艦をコンタクトしたようです。パイロットは現場に急行します。今回紹介する動画は P3C で着陸してみたです。本日は本機以外にもう一機飛んでる航空機があるので、その航空機とフォーメーションを形成 していきたいと思います。フォーメーションとは編隊飛行のことを指しまして、本機の左後方に、両機がついてきます。前回この後本機についてはクロスアンダーを行い、長機の右側に移動します。それでは出力を下げつつフラップを下げていきます。フラップを下げると翼の面積が増加するため揚力が増加し、より低速で着陸することを可能とします。フラップスアプローチ、インディゲーターアプローチ、ランディングギア、ランディングチェックスコンプリート。滑走路の左にある4つのマーカーはパピ、進入角指示灯といって滑走路への進入角の変異量が分かります。今は赤赤白白なのでこのままの体勢で着陸します。それでは設置します。無事に設置できました。リバース出力で速度を落とします。 P3C はプロペラの角度を変えて減速します。アトランチクリスト了解。アトランチクリスト、駐機場エプロンに到着しました。それではエンジンをカットしていきます。任務完了です。視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。